ちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ブロリアキネマ前に行きそうです。ブロリンチャイム、それに続いています。さらにはレイプスローリン、15番サラトガパッシジ、その後ろスクリーンスカウント、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭からマーマウェイ先手を取りました。並んで3番ブロリアキネマ、ハイフレンドドーン、この馬もこのグループ。すぐ隣にシリウスフリー、サラトガパッシジ、すぐ後ろ内からはブロリンチャイム、その隣にプライムシャーク、内からはセイントウィングス、ウィナーザブレード、そのうちに続いています。その隣にベイアスター、タケデンファイター、後ろからすぐ後ろにサイレントセレナード、その隣にキャプテンバトル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ1番マーマウェイ、ハイフレンドドーン、ほとんど差がありません。サラトガパッシジ3番手、タケデンファイター、後退タケデンファイター、大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はファーマウェイ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ファーマウェイ先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 先頭はハイフレンドドーン、残り 100m、 ハイフレンドドーン先頭、ファーマウェイ追いつかります。ハイフレンドドーン、ハイフレンドドーン1着、2着にはどうやらファーマウェイ、勝ったのはハイフレンドドーン、見事な勝利です。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠の栄光トランス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはグランドセレクト、綺麗なスタートを切りました。大気ランサー前に行きそうです。グランドセレクト、それに続いています。さらにはオサイチブレベスト、5番グリーンバトル、その後ろソダカザン、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。オサイチブレベスト先手を取りました。白の帽子グランドセレクト、その後ろ1番人気のブリキャップ中段につけています。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはオサイチブレベスト、すぐ隣にグランドセレクト、その横にミスター当時グリーンバトル、すぐ後ろその隣にナイタクジーニアス、メジロダイヤモンド、そのうちに続いています。青の帽子ブリリアントウェル、その後ろ後ろからの競馬になりました。ブリキャップ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ3番オサイチブレベスト、グランドセレクト、ほとんど差がありません。ナイキランサー3番手、大外からピンクの帽子ブリキャップ、伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オサイチブレベスト先頭、差はほとんどない。2番手はオサイチブレベスト、オサイチブレベスト、さあ手応えはどうか。残り 200m、 先頭はミスター当時オグリキャップ、抜けたミスター当時追いつかります。オグリキャップもう一伸び、先頭はオグリキャップ1着でゴール。オグリキャップ1着、2着にはどうやらミスター当時、これが絶対王者だ、オグリキャップ。
ー。